ティアラとチョリの気まぐれライブへようこそ。これつけるいらないそれっぽいけどそれっぽいけどいらない。実際は何もこれを やろうとしていろいろとマイクやらこうなんだっけ、なんかすごいマイクやらダイナミックマイクやらミキサーやらいろ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 通して最後、うん、最終的に何もいらねってことできなかった。できなかった私たちには無理だった。何もない方が一番良かった。そう、あの人間でアナログで調整してたチョリ、チョリがこのそう近づいてこの音量調節でね大きい音出して弱めに調節する。自分 できっとここら辺の人には伝わるだろうという想像で進めることにしますね。今日は今呪曲の名曲をそうだよね、そうだよ、お届けしたいんですけど、はい、何からやりましょうかね。何からやろうかな。そうだね、そうだね、曲順考えてなかった。何にも考えてない。じゃあどれがいいかな。まあやっぱ深澤の歌かな。そうだね、往年の名曲深澤の歌。名曲って誰も知らない一番知らないやつだよね。これ聴いてる人ももちろんいないと思うけど、いたとしても絶対知らないやつ。まあね、そう知らない掘り出し。でもこのね、まあいい歌だよね。いい歌。これ2008年に録音、あこれ地味に CD がリリースされててさ、2008年に録音してからね、久々に歌う。いつからなんかで流れたらどうしようと思って、一応著作権系のにティアラってクレジットしてやる。そう、抜かりない。抜かりない。昔の知らなかった私たちの集団芸術オーケストラ。そういいよね、うん、その関連でやるとさ、ティアラっていうちょっとだから早かったんだよこれ。あの結構ダイバーシティ的なさあのだってね、目立つなんかさ才能ある人がもてはやされるようなアートのなんかそういう価値観の時に、うんうん、普通の人っていうのを価値化したっていうすごい画期的な名曲名曲だよね。なんだかよくいるなんだね、みんなに、まあ、深澤さん私たちは知ってるけど知らない人に伝えるとやっぱ深澤さんっていうすごい、まあね、優しくて優しくて、ね、その会社のトップもできるし、そうできるのに組織の中でこうねいろいろできる、その何ゆるさとでもとんがってる人じゃないっていう、そういう何とも言えない本当にね、本当に優しいの。私この間までビデオずっと編集してもらってたんだけど、本当に優しいの。でなんかそのまあ優しいいい人って本当にもう一番強いよねっていう話。一番強いねっていう話なんだよね。結局みんな目立ちたがったりできる、うん、すげえできるんだぜみたいな目立つ人になりたがるけど、うん、やっぱ一番強いのはあの普通をできる、ちゃんと普通をできて、そうだねっていう。本当はすごいのに普通を忘れない人ってことかな。そうだね、そういう風にも読めるよね、うん、この歌詞が、ね、そうだね、深い、うん、深いの風とかはないんだね。深いそうだね、深いの深いってちょっとなんか違う意味にも深いってちょっと違うかもしれない、ね、あえてね、あえてそう、そうね、なしにしたかもね。そう、これ作曲は作曲家が我々の仲間の作曲家が誰が作ったんだろうね、本当にどっちだろうね。でもこれぶんちゃんぶんちゃんかね、ギターで弾くっぽい感じだもんね。そうだね、多分私が入りたいからピアノで弾いてたけど、あ、そっか、うん、それでピアノパートを作ってもらった感じだったかな。ギターじゃんじゃんって入ってると思うんだよ。そうだよね、じゃあ13年ぶりぐらいに振り起こした名曲、ね、はい、タイトルはこれタイトルタイトルタイトルちょっと待ってタイトルとかあったんじゃん。タイトルね、あれ普通の風かな。いや、普通の風じゃないのかな。あ、そうか、ちょっと待って、深澤さんのテーマ曲ね。ふふふミスター F っていう誰も知らないミスターミスター F だって F 深澤の負だと思ってたよ。でも確かにふふふって笑うんだよね、ちょっと。あ、そうだね、確かにふふふっていうのが似合う優しさの人なんだよね。そうなんだよ。じゃあいいね。
相応の人の歌そうそのあのちょっと考えてみたらすごい相当打つがそうこの感じとさこれこうしてかさだいぶなんかちょっと結構こうふわってなる腸だよねそう、うん、そういうねちょっとネガティブなところかなドリーミングになっていやでもやっぱり自信ないみたいなこのいいよねそれを人間味が溢れてるなんだアラブ的なところでごまかして生きていくっていう、ね、そうそうそうまさに私まさに私まさにムスリムになったと言いながら確かにそうだイスラム異国の神を自分のパワーに変えてそうだねそういつから思いました気づいたらイスラム教徒に乗ってたんだってそうだったそう異邦人そうだよだからやんだろうかな怖いねさっきちょっと似てると思ういやそうだと思うもっとキーンキーンって出したいなここ引くと怪しい感じでなんだろうこのなんかねこのドリーミングなロマンに浸ってずっといたいみたいな感じだけど結局そうよねそんな世の中甘くないよねっていうのをずっと繰り返す感じの歌繰り返す感じの往年の名曲往年の名曲、うん、異邦人をはい、はい、じゃあ行きますそこに置いても大丈夫だと思う私がねいいよこれではい難しいな練習していってもいいよなんかちょっとそうだ、ね、途中で止まり、まあ、そんなにテンポ早くしなくてもいいかもそうだねじゃあちょっと、うん、なんかいきますThank you.
明るくなるって言ってちょっとやめて聞いてかもうあっばかと思ってじゃあもう一回ねじゃあもう一回ねどっから行こうかなもうさ悔しいからちょっと1番からもう一回今練習ね今練習、うん、練習しなさすぎたよねそうしてないから先生ら初めて知ったからねこの曲原曲知らないってなんかねティアラっぽくいい感じどんどんアラブっぽくしたくなってきうん、祈りを捧げたくなるよ。そうそうそう。弾けば弾くほどなんかちょっとだんだんね、だんだんしてくる、ね。だんだん私たち流になって。そう流になって。全然違う曲だったよね。そういうもっと静かななんかこう切ない感じ。そうね。すごいすごいいいよ。表現前向きになっちゃうね。うん。はい。異邦人。これもカラオケで歌いたくなっちゃうね。カラオケスナック的な方で。早くね、カラオケが生きる。本当でもなんかもうカラオケボックスじゃない、なんかスナックだこれは、スナックやっぱ行っておじちゃんたちの中で歌いたいなって思っちゃう、ね、おじちゃんたちこんな、まあ、聞きたい曲ね、なんかね違うと思う。カナ
なりこういうのさ、なんか女性が勝手にさこうロマンに浸ってこう、うん、私ってもうダメみたいな、うん、そういうのなんか別にそういうのも欲しくないな。そうだね、なんかすごくさ日本人的な感じだよね。そうなんか案外ねこのロマンの仕方で、うん、ダメ、なんかさダメって言いながらさ、でもさ実際結構ねダメじゃないんだよ、うん、でダメって言いたい、そこに酔っていたい、そうなんかさ、そう私スペインとか行ってさ、スペインだってさなんかダメってのは本当にダメな時しか使わない言葉通りすぎるんだけど、日本人のダメはダメじゃないかとか言うとなんか誤解され、本当に嫌な時はダメだけどさ、ダメなんだけど、なんかこう良くてもダメって言わなきゃ、やっぱこうなんかそうそうそうみたいな、なんかその大げさな芝居みたいな、やっぱそういう美学がある。あるね。あ、もっと私ダメ。もう私ダメ。ダメって言いながらもダメだと思ってない自分に呼んでるけどダメって言いたい。ちょっと今聞いてこのダメを最後の。そうそうそう。ダメって言わせて。で、じゃあ次でしょうかっていう感じになるかも。そう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 。そうなんだよね。ダメって言いたい、言いたいとか。ダメな自分に酔いたい文化で、ね、特に恋愛でもさ、やっぱちょっと大げさなさ、うん、芝居が立ってることって結構大事じゃない、それって余裕があるじゃん、うん、なんか、確かにそうだね、やっぱこのコロナ禍でも結構さいろんな変化に耐えられなくてさ、うん、やっぱどんどんギスギスしていくじゃん、やっぱ余裕なくなるし、うん、でもやっぱその時にさいかにこう何その大げさな演技でもしながらさ、うん、ちょっと乗り切る感じがなんか別に本当にきつい時もいいかもしれないけど、元気があるうちにちょっと芝居していくみたいな芝居楽しみ方はあるよね、人生の楽しみ方として。確かにね、でも余裕がないとできないね、それって、うん、頭働いてないと元気ないとできないしね、できない。でもやっぱ嬉しいよね、なんか芝居してくれると。ああ、ね、そうだね、芝居って。でもそれものすごい上級だよね、もうすごい上級的なねコミュニケーションの取り方だよね、それって。そう、信頼関係がまず土台にあって、そうだよね、そうなんだよね、ないと。それただの嘘になっちゃうもんね、芝居やってもね、信頼関係ないと何嘘ついてないとみたいな。そうそうそう、うん、この人は嘘を本当つかない人っていう前提の上で楽しむという、うんうん、非常に上級なレベルのカモイたちの嘘やんかーって知らない、知らない、知らない。さっきのうちまでさ、うん、こう親密な、親なんかこうし、ね、親密なんじゃないや、そのシリアスな空気になった時に、うんうんうん、嘘やんか、冗談やんかっていうのでがあるんだ、そう切り返すっていうネタ。お、知らない、私それ。ちょっと見てみて、見たい。そういう感じ、ね、それも含めてやっぱりなんかこう何そのこの立場的な仕事の立場とかのやり取りっていうのの合間にも、うん、そんなっていうか、まあ、ある意味ちょっと情に任せて甘えたいみたいな感じのおばあちゃんがやるやつかもしれないけど、うん、でもなんかそういうのも含めて、そうだ ね、ちょっと大げさ、うん、大げさって笑えるじゃん、大げさはいいね、うん、なんか3倍ぐらいね、全部嬉しい時と悲しい時全員が表現した、うん、なんか成果上がった、おー、別に大したことじゃないけどちょっとおたけび上げてくる、そういうのいいよね、そうやってみんながわーって積極的に味わい尽くすみたいな感情をね、うん、まあ演劇部演劇部に入ってみたかったけど入ったことのない憧れを持ち続けてるタイプの人間なんですけど、まあ積極的に演技、恥ずかしくてできない演劇部だったから、あ、意外とね、そうなんだ、その前には出れないから、演出、あ、そうなんだ、一人はやれっていうみたいな、変わってないかも、本当だね、芝居見たいんだよね、やっぱ騙されたい、あ、なんか不良を演じてくれる友達とかにずっと頑張って不良をやってくれって思っちゃう、なるほどね、うん、不良をやるにも多分結構気合いいるよ、ね、テンションいるよね、いると思う。気遣われちゃったダメだし、ね、そうね、いやいいよね、私ね多分演技してみたいと思いつつ、なんかさ、私ってあんまりなんかそういう人間じゃないよね、なんかちょっとこう、あ、じゃあまんまでダイレクトすぎる、まんまですごいからね、もうちょっとさそうなの、まんまがすごいからさ、もうちょっと、そうなの、人生の後半はスポットライト当たってなくてもすごいから、ね、負けられてないのに全部当たってた当たる前から歌えるタイプそうそうそうだからそういう人がさ、なんか見て見てってやる演技ってあんまり魅力的じゃないんだよねっていうのは分かるの、分かるの、だからもうちょっと余裕ができて、そう、憧れだよねやっぱね、
ちょっと大人な。そうなの。なんか全然本当はそんなこと思ってないんだけど、演技だったらするっていう人になってみたいんだけど、残念ながらもう普段から大げさだから私は。どう切り替えていいか分かんないと地になっちゃうと思うんだよね。そんなことちょっとね。憧れてるの。大人を目指して。そう、大人のこの行き着いた酒がこんな夢芝居やっぱりね、夢芝居に。夢芝居はいいよ。でもこれさ、今時で考えるとさ、やっぱさ、男とか女とかさ、うん、まあ夢芝居をね、大体だけど、なんかこう、うん、男と女っていうのがさ、なんかジェンダー的な、なんかさ、どういうものを背負いすぎてんのかな、いろいろ考えたわけですよ。これ男の女ってしたら、うん、あの男だとして生まれたけど女に、女だって気づいた女とか、うん、もしくは本当に女だけど、うん、男らしく生きている人とか、いろんな人が入れるんじゃないかと思ったよ、うん、男の女って言ったのどうかなと思ってしばらく考えてみたんだけど、うん、でもこれよく考えたら別に、あの大衆演劇ってさ見るとさ、うんうん、男の人が女の人やってたり、女の人が男やってたりする、わざわざ、そう、わざわざっていうかどっちでもいいんだよね。だからそんなこと気にしてないっていうか、人数足りないから、そう、人数足りない時はだし、別に人数が足りててもやっぱりなんかさ、男の人の演じる女役を見たかったりもするさ。あ、そうだね。だからつまりはさ、男と女って言ってるけど、うん、まあ、なんでもいいんだよね。それはこれ歌の詩の中での意味の男と女であって、まあ、つがいで何かあればいいんだよ、うん。だからもう歌詞変えなくていいやっていうところに行き着いたんだよね。いや、なんかさ、私は男と女っていうのは、何て言うの、何て言うんだろうな。こっちとこっちのただの軸の端っこなの、うん、一本の線の端っこ同士なの、うんうん、めっちゃもう 100% で振り切って男と振り切って女の人もいるけど、このグラデーションだと思ってるの、うんうんうん、だからなんかさ、黄色と赤でこうあったさ、 ここら辺にしたらオレンジで 赤強めになるとかあるじゃん、うんうん、あれみたいな、うん、さ、男と女って言ってこことここだけのことだから全員入るじゃん、いや、そうだね、操り釣られだよ、いいじゃんこのなんかこうそう、そう、結構私でもそう思ってる、本当に、うん、ただの端っこ同士だって、なんか本当にさ、でもなんかその駆け引き、まあ、キャラが違う設定で駆け引きみたいなことがやっぱ面白いっていう、そうだね、ね、ドラマチックで劇的、それこそ、そう、操りつられる、つられる、いいよね、もうわけわかんないの稽古不足を巻く、稽古不足を巻くは巻かないっていうのもいいよね、稽古してなくても幕開いちゃうよってことだもんね。そうそうそう、声はいつでも発ぶって、いやー、シーブなんだこの天才的な歌詞は稽古不足を幕は待たないなんかみんなで見え切りたくなっちゃう、幕は待たない声はいつでも発ぶ、なんだろう、この中できつくなってるからなのか、うん、わかんないけど、やっぱり今大衆演劇が熱いっていう感じがする、ね、そうそうそう、いやいや、それで友達に知らせてもさ、うん、やっぱ友達がみんなハマるから、いや見てみたいよね、 もしかしたら一回見たことあるかもしれないんだよね、やっぱ出会い方と、うん、でまたかっこよくない人がかっこよくなるのがいいんだよね、だからなんか東京の結構いい舞台とかっていうよりは地方の、うんうん、なんだここっていうとこで見る、うんうんうん、そのちょっと明らかに、あの多分小学生のクラスルームとかでは絶対何の役でもなかった、うん、みたいな人がやってる演技とかでめっちゃ泣ける、うんうん、なんかそれなんかね、なんかね、かっこいい人がかっこいい役やっても別になんか想像の範囲なんで、うん、そうだね、またね、そのあれちょっと武骨な、なんかえどうするのっていうのをまた売りにしつつも、うん、なんかこういうもんでしょうって自信持って見え切られるとなんかファンになっちゃうみたいな、うん、確かなんか生き様みたいなのがすごいガシガシ触ってくるからじゃん、なんか生々しくめっちゃ元気になる、なんかもう頑張んなきゃっていう、なんか何の言い訳も許してくれないって感じするんだよ、うん、確かに、いや、るっしょっていう、そうね、かっこいい、確かにかっこいい人ならかっこいいやから、なんかそういうのは年取るとどんどん、まあわかんない、ちょうど若い頃からそう思ってるかもしれないけど、うん、まあ私ね、普通 あの発表会のが好きみたいなのあるからね何枚もあるオペラより
んかこの2000円で買わされた発表会のが怖いみたいな。いやいやでもそういうとこはあるよね。そうそう、いやいや姉妹で若干忘れ始めてるんだけどさ、そうだね、さあ、あの大衆演劇見に行くとさ、通りさ振りを作るのを男と女とかさ、ああそのまたさまんますぎてシリが登場してる。なんでシリが登場したの？私の多分なんかヘイシリっていうのに何かが反応したんじゃない？男と女って言ったかったね。したらシリがなんでシリ飛んできた？男と女だった。シリついちゃう。入ってたな。そうだ、入りたかった。お呼びですか？シリも入れてた。そういうのか。じゃあ。単純だけど歌詞以外の妄想が膨らんでくる。いやすごいね。そうやってさなんか昔の曲ならではだよね。そうだね、繰り返し繰り返し何が起きてんやろうっていう。本当になんかさもうやってても歌がさめちゃめちゃ入ってくる。だからなんかすごいシンプルだから。うん、そうだよね。でなんか全部言っちゃわなくて余白も結構あるんだよね。なんかそこがすごい小倉圭さんです。
ですよ。考えて、小倉健さんですよ。すごいね。なんかそれを聞いて、こっちのなんか演奏してる方のなんか気持ち、わーってこう、すげえ、いけ、男と女っていけ。そう、単純だからめちゃめちゃいいんだろうね。これも今弾いて思ったけど、これ全部通して今初めてやったね。そうだね。いいよ、ね、いいよ。まあ歌詞じゃないからね。別に。そう。うまく歌えたところでね。この今これをやりたいねっていう出来事が大事なんだよね。いやいやいや。いいね。まあシンプルイズベストだな。いやでも本当ね、12年以上ぶりぐらいでもね、一緒にね。確かに。なんかね、録音していること自体。あの頃よりでもだいぶ。あっという間。ね、度胸がついてるのって。私、やっぱりさ、音がさ、なんか深くなってるよね。なんかやっぱりこう、ね、こうでいいのかなみたいな。もう何迷い、うん、まあ、疑念が少ない。いいことか悪いことか違ってもいけみたいな。こういう感じみたいな。そうだね。いい意味だね。まあ、おばさんになったの。今日、おばさんになるのもなかなか素敵でさ、なってみないと分かんないよね。悪くないと思う。まあ、でもおばさん、これこんなぐらいでおばさんを語ったらさ、そうだよ、もう周辺の人に怒られるような気もするんだ。私、さらに本物を出す。なんかさ、ほら、いるじゃん、22、23ぐらいでさ、もう、まあ、最近年だからとか言うじゃん。言うよ、言うよ。はぁみたいな。全然分かってない。全然分かってないって思うじゃん。だから、うちらがこのおばさんを語ったら、50いくつ、60いくつのお姉様方に。甘いわっていう。ですよね。この10年でこんだけ違うとさ、なんかどんどん楽しみだよね。その楽しどんな感じになって見えるものもどんどん変わってくるわけじゃん。うん、明らかに最初の深澤さんの歌とかその当時見えてたものとまた違う、うん、違うなんか歌のねイメージになるし。全然違うね。面白い。面白いよ。おばちゃんにどんどんおばさん度上がってって、それでなんか若い子がこんぐらいの年の人たちがおばさんってとか言ったら。今鼻見えてないから鼻で笑って鼻で笑ってやりたい、そういう大人になりたい。って余裕欲しいとか。ダメダメってね、そこさっき。もっとあなたの分からない世界にまだまだあるよって。で本当にこの人知ってそうみたいな凄みのある人になってたよ。知らない世界を。絶対この人何でも知ってるみたいに思われる大人になりたい。そうだね。地球の裏側に何個か星持ってるんだろうなみたいな。絶対この人なんか誰にも言えないやついくつかあんだみたいな。そうだね。そういうのに中まで持っていく秘密がね、うん、多い方が。なんかやっぱオーラに出るよね。そういう憧れちゃう。凄み。なんだろうね。なんだろうね。なんでそれに憧れちゃうんだろうね。やっぱり。そういうちょっと不良に憧れとかあるじゃない。ちょっとマフィアに憧れ。そう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 ね、やっぱそういうのと一緒かもね。なんかその謎めいた。そう。魔女みたいなのに憧れちゃう。そう。別になんか若作りしたいとかじゃなくて、なんかでも本当さ、そういう大人たちを見たからじゃない、自分が。見てきて、そうだね、垣間見るよね。そう、うわ、こうなりたいなっていう。どんな芝居よりもすごいんだろうな、実人生がみたいな人でしょ。そう、そういう人結構会えるかな、なんか。そうだね。本当に全く見えない。でもすごいさ、そういう人となんかさ、物当たりっていうんだけど、なんか優しいじゃん。うん、全然。いや、そうだよ。すごく当たりは優しい。物当たりじゃない、当たりは優しくって、すっごく接しやすいんだけど。絶対いろいろ知ってんなっていうのが思う、ね、聞き出してみたいなって思う。ありがたいよね、うん、やっぱり自分の世界観でしかさ世の中見れないじゃん、うん、だからやっぱそういう存在がさ、うん、まだまだあるよっていう。そうそうそう。謙虚にさせてくれる。そう、そうこれから先が楽しみでしかなくなるからね、そういう人見るとね。そうなんだよね、うん、なんかどうせ世の中ってこんなもんだろうっていう状況ぐらい悲しいものはないもんね、うん、なんかね、あ、こうなるしかないんだって。だから自分もね、そう思われたくないから、あ、なんかそういう感じだったら、ね、なんかもうちょっと年取ってもいいなって思わせたい。そうだよね、うん、いや、なれるよね。なれるでしょう。誰の自信。誰の自信。なれるでしょう。占いかよ。なんかちょっとじゃあこれまたそのうちまたやりましょう。はい、ぜひ。じゃあ
いや、ありがとうございました。ゆるり。バイバイ。